釣れた釣れた来た。なんでこれ、なんかでっか、あ、何これ。今日はテトラポッドに根魚釣りに来ました。ちょっと台風接近中ということで風が強いですが、早速頑張りたいと思います。気温35度、暑い。ちょっと波が強いな。あれ、1匹目ゲットです。釣れました。釣れた。ちっちゃい。2匹目、2匹目ゲットです。ちっちゃい。さよならやな。でっかいの釣れた。マジかい。来た。あ、フグだ。うっ、ぐっ、おお、釣れた。よし、ナイス。釣れた。よっしゃ。かさぶる。来とる。もうちょい。来とる。来た。なんでこりゃ。なんかでっかいの釣れた。来てる。来た。釣れた。よっしゃ。おっきい。よし。よっしゃ、釣れた。ナイス。カサゴちゃんです。最高。あ、釣れた。よし。やったね。おう。釣れました。来てる。あ、何これ。今の何や。おった。来た。よし。来ました。どっかれた。あ、来た。おー、釣れた。おる。来ました。今日はサバ使ったり、アジもキラキラしてるんで、アジもちょっとこれ使ったりしてます。どっちももうバクバク釣れますね。あ、なになになに、
またやうなぎみたいなやつ来た。おお、でっかい、でっかいメラが釣れた。お、来た来た。ベラー、ベラが釣れた。よし、釣れた、釣れたぞ。アサゴ、あ、釣れる。あー、逃げられた。あ、釣れ、え、なんだこりゃ。なんか見たことない魚が釣れた。釣れた。うん、来た。ベラー。ベラ来た。こいつか、さっきから。21センチぐらいか。21センチですね。じゃあさばいていきます。3枚におろしました。皆さんこんばんは。さっき釣ってきたカサゴとベラですね。刺身にしましたので食べたいと思います。いただきます。まず乾杯。うまい。じゃあお皿いただきます。コリコリして美味しいですね。なんかちょっと臭みがありますね。続けてベラですね。食べてみたいと思います。カサゴと同じような味してて、カサゴの方がプリプリしてて、ベラの方がちょっと身がプリッとはしてない感じですね。どちらでいくとカサゴの方が美味しいです。けど美味しい。今日は、テトラポットで、寝魚釣りしました。美味しい魚が釣れて、すごい嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。